ロバート・オーウェンが提案した米国インディアナ州、ニューハーモニーの地域社会の図、1838年。ユートピアは、イギリスの思想家、トマス・モアが1516年に、ラテン語で出版した著作、ユートピアに登場する架空の国家の名前、理想号、ニユー合とも呼ばれる。現実には決して存在しない理想的な社会として描かれ、その意図は、 現実の社会と対峙させることによって、現実への批判を行うことであった。ギリシア語のタウパイを組み合わせ、どこにもない場所を意図とした地名と説明されることが多いが、記述の中ではエウトピアとしている部分もあることから、EU マイナスという、窃盗語もかけて、素晴らしく、良い場所であるがどこにもない場所を意味するものであったと見られている。ただし、 ユートピアという言葉を用いる時には時に注意が必要である。現代人が素朴に理想号としてイメージするユートピアとは違い、トマス・モアラによるユートピアには非人間的な管理社会の色彩が強く、決して自由主義的、牧歌的な理想郷ではないためである。なお、反対語はディストピアである。モアのユートピア・モアの著作の正式名称はラベリアス・ビアウリアス。 n e c マイナスソルターリスクワ festaves, de aptemoleipubrickis to t u d ユートピアという。その内容は、第1巻、第2巻、手紙の3部で構成され、第1巻は、ユートピアに行った男の話、第2巻は、作者によるユートピアの様子のまとめ、そして、手紙は、作者がある友人に送った指針という定材を取る。手紙では、 ユートピアについて作者がこれまでまとめたことへの違和感とともに友人に対しユートピア行った男に連絡して真意を問いただしてほしいと依頼して終わっている。ユートピアは500マイル200マイルの巨大な三日月型の島にある。元は大陸に繋がっていたが建国者ユートパス一世によって切断され孤島となった。島の中の川はすべて改造されまっすぐな水路とされ。 島を一周しており、その中にさらに島がある。この海と川で二重に外海から守られた島がユートピア本土である。ユートピアには54の都市があり、各都市は1日で行き着ける距離に建設されている。都市には6000戸が所属し、計画的に町と田舎の住民の入れ替えが行われる。首都はアームロートという。ユートピアでの生活は、 モアより数世紀後の概念である共産主義思想が提示した理想像を想起させる。住民は皆美しい清潔な衣装をつけ、財産を私有せず、必要なものがある時には共同の倉庫のものを使う。人々は勤労の義務を有し、日頃は農業に勤しみ、空いた時間に芸術や科学研究を行うとしている。モアのユートピアは、 ユートピアの完成型が示されているだけで、そこに至るプロセスは示されておらず、現実社会で実現するのは困難である。しかし、16世紀にスペイン帝国が新大陸に入植した際に、広域国家が崩壊した、中央、南アメリカ原住民の文化や秩序を白紙状態に、戻して知識人や宣教師の思いつきを実行に移せる、チャンスを得た。 イエズス会は入植開始からパラグアイのグアラニーヒを使ってモアのユートピアに記されている通りの生活を実現させる実験をイエズス会が追放される七百六十七年まで行った。また、初代道は監視教になるフランシスコ会修道士バスコデキロガはモアのユートピアに影響を受けメキシコ市郊外にサンタフェノスピタルと呼ばれる実験的設備弁当を 構築した。ユートピアという語は、その後一般的となり、理想教を意味する一般名詞にもなった。そこから、架空の社会を題材とした文学作品は、ユートピア文学と呼ばれる。マルクス主義からは、空想的、非科学的と批判されたユートピア思想であるが、理想社会を描くことで現実の世界の欠点を照らす、鏡としての意義を持っている。トマス・モア以降、 イタリアのトンマーゾ・カンパネッタは太陽の戸というルネサンス期のユートピア文学としてユートピアに匹敵する重要な作品を書いている。ジョナサン・スウィーフトのガリバー旅行記も様々な空想都市を描いたユートピア小説とも取れる。18世紀フランス啓蒙主義の時代にはルイ・セバスティアン・メルシエの未来のパリを描く2440年他 ボルテールなど様々な作家、思想家が、ユートピア文学を執筆した。ソドムの百八日間のマルキドサドや、愛の新世界のシャルル・フーリエなどユートピアとは異質と思われる作家も、ユートピア的世界観、ユートピア文学の手法を使い、閉ざされた世界の中の地獄絵図や、行き着くところまで行き着いた、理想社会を描いた。世紀は、資本主義の勃興の時代であり、 その修正のための社会改良案や社会主義や共産主義が生まれるなど、現実の社会が加速的に反栄を始め、その社会を現実に改造するための各種の思想に力が注がれたためか、ユートピア文学は非常に多く書かれたが、あまり収穫がない。その中で、ウィリアム・モリスのユートピアだよりは19世紀の優れたユートピア小説で、他とは異なった中性的で、 牧歌的な理想郷を構想している。他に今日まで記憶されている作品としては、サミュエル・バトラーのエレホン、エドワード・ベラミーの帰り見ればなどが挙げられる。20世紀に入ると理想号と宣伝されていた社会主義国家や独裁国家が現実の存在となったが、その理想と現実の落差を批判したり、科学の負の側面を強調した小説が描かれた。 点灯したユートピア文学であることからこれらは逆ユートピアと呼ばれる。例えば、H.G. ウェルズのモダンユートピア、エブゲーニーザ・ミアーチンの我ら、オレダス、ハックスレイの素晴らしい新世界、ジョージ・オーウェルの1984年や、エルンスト・ユンガーのヘディオポリス、レイ、ブラッドベリの歌詞451度、新一の白い服の男などの小説によって、 管理社会、全体主義体制の恐怖が描かれた。また、手塚治虫の火の取り未来編は、1984年を奮闘にしていると見られている。これらに描かれた国家は、一見すると平和で秩序正しい理想的な社会で、あるが、徹底的な管理により、人間の自由が奪われている。当時の共産権や今日の管理社会に対する予見であり、痛烈な批判である。 また、それを生み出した過去のユートピア思想やその背景となった文明自体も攻撃対象である。ディストピアを描いた小説が登場する前に書かれたユートピア小説も現在の目から見るとディストピアではないかと思われるものが多いという説もある。これらの理想郷は決して自然の中の無言語ではない。それは人工的で規則正しく、 滞ることがなく、鉄刀鉄尾、合理的な場所である。西ヨーロッパにおいてはこの模範は、ギリシャ社会を厳格に解釈したものに求められる。こうして生まれた、ユートピア自体に、ディストピアの種が内包されていたのであるという説もある。いかに、過去のユートピア文学で、表現されてきた、理想法に、しばしば共通する特徴を挙げる。 以上のような時計のように正確で蜜蜂の巣のように規則的な社会像は古代ギリシアの哲学者プラトンの国家ティマイオス以来ルネサンス期啓蒙主義期に流行したユートピアなどの理想都市案から20世紀のディストピア小説現実の共産主義国家のあり方までに共通するものがあるこのような社会の理想として挙げられるのは西ヨーロッパにおいては彼らによって 再解釈された古代ギリシャである。一説によれば、プラトンの時代はペルシアなどの脅威によりギリシア諸国が揺らいだ時期だったが、おそらく彼は理性をギリシャ的なものと決めつけ理想化し、それに対立する非理性的で欲望に満ち溢れたもう一つの世界アトランティスを思い描いたのであろうとしている。こうした理性を中心としたユートピア的理想社会に対し、バロック。 マニエリスム、シュルレアリスムなど反発する思想的動きが相次いだ。現在の先進国では、ともすれば、資本の効率的利用や社会の安全、健康増進、効率化を名目に事実上の管理社会が実現されることもあるが、一方では例えば、ユートピア的な都市、国土計画よりはいい加減で、ヒューマンスケールの迷路的な旧市街や曲線的な街路を持った。 商業地、住宅地の混在が見直されてもいる。またフィクションの世界でも、ブレードランナー的な一見悪夢のような混沌とした未来が逆に人間的な世界として評価されることがある。ユートピアとは、結局のところ、唯一の価値観、唯一の基準、唯一の思想による全体の地と富の共有は、確かに反するものが存在しないという意味で平和で、 理想であるという考えもあり、一方では、その実現には、人間的なものや自由を、すべて完全に圧殺しなければ実現し得ないことを明確に表したものであり、理性以外のすべてを削ぎ落とした果てにあるものの、機械的な冷酷さを表したものという考えもある。ありがとうございます。